はい、どうもこんにちは、さささです。では今回は26階のステンドグラスを取りに戻っていこうと思います。このレバーは何だろう？なんだっけ？もうすっかり前すぎて忘れちゃ、おー、そっか。なんかそういうのあったな。ただ降りるだけですからね。刺激か。どっち向きに行きゃいいのかがちょっとわかんないっていうのは困りもんなんですが、あー、そっか、いろいろギミックあったな。そうか、復活すんのか。これどうだ。あ、一応届くか。あちらはこの上は何かあるかな。あ、でもこれじゃあ完全にメモリー探しになっちゃうかな、こっちだと。なんもねー、なんもねー、逃げるのみ。こっちから降りんのか。わー、危ね。無敵。お、26回。よっしゃ。ここ登るのはちょっとめんどくさいな。終わったら下がろうかな。捜索を開始していきたいと思います。これなんだろう。ああ、そこのレバーね。これが上がる。これ上がると、今登れんのかな？登れないっぽいけどな。あ、無理だ。このレバー今いじっちゃダメだな。危ねえ、閉じ込められちゃう。どうなんだろう、本当に届かないの？あ、届くじゃん。じゃあ、こっちは下ろしておいて、あっち先上げた方が賢いな。クリアするために必要っぽいですね。あ、いた。ところでこの上は何かあんのか、それ結構問題だ。クリアするためだっただけな可能性が結構高いですね、今の感じだと。よっ、ちょっと体力回復させていただきます。あ、いた。言った途端にこれだよ。これで、よっ。裏下がりの。は、ダメだ。これは、このまま、ジャンプ。この上なんかあったっけ？まるっきり覚えてないですね。
怪しげなところは全部調べる。体制で、行きたいと、思います。あ、そっか。これゴンドラみたいに運んでもらえるんだった。なんだ？まあそうだよね。そこは開くよね。で、閉まるか。ここなんだろうな。結構いっぱいあるけど。痛い。よし。あら。なんもなかった。これ逆走してる感じか？もしかして。ああ、ここじゃないんだ。だとしたら、この向こう側か。あれ？あ、そっか、これが回るか。なんか光景が変わったりしないかな。なんもなさそうだな。ここじゃないな。よ。この下、普通に進んじゃった方が良さ、あ、行った。おう。でもこれ監視する目通るとこじゃなかったかな。ここ確か、監視する目があるだけだったような気がする。このレバーは？あれ？操作できない。ってことは、もう終わってんだ。あ、あら。落ちるのみー。あら。なんもないじゃん。なんもないけど、ここが開かない。あれ？道間違えた？落ちるか。26階だよな。もうここのエリアのどっかにあるはずなんだけど。
あー。でもこれ通り過ぎるだけだから。あ、掴めるもの見っけた。っていうか、レバーも見っけちゃったよ。ここだよ。トロッコだ。あ、離す。よし。ちょっと息継ぎ。まだ他になんかありそう。こっち。あったー！ステンドグラス3をゲットー！というわけで、もう26階に用がなくなったと言いたいところですが、ここにせっかくレバーが出てきたので、メモリーをゲットしましょう。直にレバーは触れなさそうなんでね。僕らは消えるたびに魂のかけらを残していく。ライフが 0.2g 増えた。結構体力増えましたね。というわけで25回へということでステンドグラスゲットしましたので、ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。さささでした。それでは失礼いたします。